ラスボス倒しました。こんにちは、ドクザビと編集日がかなり間空いてます。刀鍛冶ゆのです。今日は特になんかあったか。編集時点で昨日が4月バカでしたね。手遅れ。ってことで今日は暖かくなってきたけど雪の世界に行こうと思うよ。こいつひでえ。いつか冬に花火見に行きそう。そう、これが雪の世界アイシカのゲートだね。実は素材が一番楽。エデンに行ってない前提のバランスらしいから攻略は簡単かもな。余裕のよっちゃんだよ。そんじゃレッツゴー。なんで明かりがついてるんですかね。下見してたのバレた。地上はこんな感じ。せいぜいパターンはオーバーワールドと同じっぽいね。ずっと薄暗いな。年中クリスマスだね。サンタ大暴れ。ところどころこんな感じにお家があって中にいる住民さんが取引してくれるよ。アイシカにいる時だけ効果のある防具とか武器とかを強化してくれたりも。西洋のお菓子とかもあるな。あとは装飾。実はアイシカにはボスがいなくて延々とこの景色が続くよ。つまらん世界だな。雪原に行く必要がないからアイスストーンが集まりやすいっていう特徴はあるけど、それでそれで地下にはオーバーワールドみたいにダンジョンが作られるよ。スポーン部屋のことな。こんな感じ。ちょっと暗いけどスポーンブロックが確認できたね。練習で明るくしろよ。サンタフォームのスピード爆が強すぎて視野角めっちゃ突き伸ばされて見づらい。刀あるから余裕そうに突破してるけどこれ猛攻すごいな。 R99 じゃん。 R99 だな。そうだね、イペックス始めたんだったね。お前が使いづらさナンバーワンだ。奥に続いてそうだけどこの先絶対あいついるよね。あの弓使えんかな。うわ、視野角きつ。爽快感より吐き気の方がめっちゃいたわ。吐き気強くなってよかったね。リッターがめっちゃ当たる。マイクラの話をしろ。制圧したよ。実質的なアイシカ攻略完了。開始1分でディメンション攻略する実況者他いないだろ。アイテムいらないものばっかだな。だからゲームバランス的に今の装備だと無双できるんだって。ってわけでアイシカ終了です。アイシカかわいそす。そうそう、ロクザ街でゲート周りを整えたんですよ。いい感じに並んでる。で、この青色のゲートが次の黄昏、アパラキアだね。100円、野生の人来て今度は致命かよ。アパラキア山脈とかあったね。これまた療養士色だけどナイトモードだから無理は優しいはず。ナイトモードで。イカちゃんを死人突撃。もっといい入り方あったらし。やっぱ黄昏のせいぜいパターンは一緒っぽいね。ここからモブが凶悪になってくるらしい。気を引き締めていかないとね。近くに祭壇がないっぽいからまずこの島を安全にするよ。とはいえ明るくした程度じゃ湧き潰しにはならないけど。狭いのか湧き範囲に入ってないのか知らんけど今いる島には敵は湧いてなさそうだ。と思ったらがっつりいたわ。ノールックのオートエールとかあいつマジでやってんな。NPC だから許したって。はい、ただの遠距離で3ダメ入ります。防具なし縛りとかやらなくてよかった。なんかめっちゃいますね。見たことあるシルエット。一旦近接戦闘もやってみますか。あれはい、ジョージー、こいつはロボじゃないやつだね。カクタスガレ固有のやつら。お、左側に牛さん。攻撃さえ入ってしまえば、あとはいつも通り、被弾剤の一人。まさにモンハンですね。クロータ射芸ネタ多いな。攻撃は入ったけど死にそうです。チャンスはピンチ。誰にならん火力。スマブラカービィにもこれぐらい欲しい。間違いなくぶっ壊れだから安心しろ。デカゲージが溜まってないから、3段目で吹っ飛ばしてしまうせいですごく戦いづらい。こういう時にカムイの実が欲しいよな。わからん人は右上の今アップからジャンプ。辛くね。折れた。さて、このままでは防御力が辛すぎるので、スキルが有用じゃないけど、エデンの防具を作ります。ゲート前地獄絵図になってんじゃねえか。ダイヤフルが通用しないモッドってこれぐらいなんじゃないかな。めっちゃちまちま素材集めてるじゃん。ところでここまでの歴戦でそろそろ白キツネが1000キル超えてるんじゃないか。なんで黒キツネはぶられた。違う、そうじゃない。もしかして。ジャッジメントカットが使える。なんかめっちゃイザヨイ昨夜じ見てたな。ジャッジメントカットには2つの条件が必要。そう、耐久力を大きく消費するこの技は耐久力を最大まで回復させてやること。そして焦らしたりせずにすぐ示したらどうだ。わかってる。わかってるけどこのネタやりたい。他の人の気分でスタイルが変わるとかなんだこのチャンネル。ジャッジメントカットに必要なもう1つの条件、それは天気だ。オロチ島の時余裕で達成してなかったっけ。それは言わないお約束。これで太陽殲滅が楽になったね。太陽殲滅とかいうパワーワードかなりの広範囲を巻き込むからドロップの拾い忘れは注意な。キルするやつの方が稀だろ。実はマイクラってトラップタワーが簡単に作れてしまうからそうでもないっていう。爪痕バグハン取り放題だね。火曜のレベルが東京なんだけどそれ。ノーエイペックスネタ多いな。お前が使いやすさナンバーワンだ。こうなったら人は効率というものを考えてしまうんですよ。ってことで整地したものがこちらになります。君あいつ倒したさで視点上に上げ、オウムボンで死にかけんなや。真っ平らにしたからジャッジメントが見やすいね。辛い黒込みを感じる。私白子って略した友人知ってるわ。あ、今更だけどジャッジメントカットの操作はこれです。ダッシュのキーを長押しだぞ。注意点で、コゲツ島みたいな耐久40族は一発で壊れるから、サブの武器を持っておくか、すぐに耐久を回復できる手段を作っておくことだな。僕は脳刀完了の耐久回復で連発してるよ。脳刀に失敗したり回復ガチャで40以上引けなかったりした時に死ぬからおすすめはしないっていうか、そもそもこんなことする人いないだろ。いるかもしれない。
今日の作業はここまでにするよ。次こそはアカラキアを攻略したいね。今足りてないのは防御力だけだから、防具さえできてしまえば楽になりそうだな。結構この異変だな。あれを無被弾とか無理ゲーだろ。ま、新学期始まってまた忙しくなるだろうから投稿ペースは落ちるぞ。録画は溜まってるけど編集する時間だね。テラリアの動画作れよ。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。過去動画ももしかしたら刺さるかもしれないから見てみてね。誰得だよその宣伝。